よーい、はい。ものすごくこれは映画見ちゃいけない、不良になる。だから俺の映画はもうあの昭和19年見た映画で、俺の監督の資質とはもう全部なんですよ。ただとってもこれはダメだっつって俺の枕元落ちたんだろ、将棋だから。でそれが今度中戦争が立たんと立たないうちに口紅塗って、えい、俺は主役やっちゃったからね、1本目から。ほんま2本目だったんだよ、あの本持ってきたやつにでいいんじゃないかと、撮らせんのって監督になっちゃった。悪女が初めから悪女が悪女ですって顔したら悪女にならねえよ。板の切れたタコだと思ったんですよね。俺が板の切れたタコ。